じゃあちょっと三宮行ってきます。いいか、今日めっちゃ天気いいわ。普通にめっちゃ気持ちいい。っていうか待って、空めっちゃ綺麗すぎ。やばい、雲一つない。めっちゃ天気いいよ。スタジオって今帰ってるとこなんですけど、田舎あるある電車がマジで、めっちゃ気持ちよかったです。やっぱ定期的にちょっとマッサージは行かなあかんなと思いました。今から家帰ります。では出来上がりました。じゃじゃーん、めっちゃ美味しそう。今からピザナッツとアイスを食べたくなったのでアイスを買いに行きます。じゃーん、なんか普通にのきめんどくさいから、これにちょっと長めのコートを隠して買いに行ってます。ワンマイルウェアとも言えないぐらいの分からんやろ、正味。うん、大丈夫。下ちょっとはみ出てるかなぐらい。うん、下ジャージ。コートにジャージ。何でもいいよ。取り調べちゃうけどね。ああ、いや、じゃあどうやな。コンソメって食ったことある？いや、前たひろこ食べてないけど、なんか食べられた。え、俺食べてない。食べたで。コンソメ？うん。寿司用が美味しいよ、なんだかんだ。じゃがりこは？いいよ。これ？うん。いや、なんかあと甘いの買っときたいな。この辺は？サワークリームに。微妙すぎる。100円ゾーン？動物？ああ、動物かな。でもこれ、今日買ってんやつ違うんだ。え？いや違うけど、動物をカモフラージュしてるやん。知らんけど。いいよ。これも。あ、この辺もあるやん。これ美味しいで、これ。ああ、これよく食べてた。これだけでいいか。いいでしょ。でもさ、正味さ、それの気分じゃなくて。これ？うん。全然。うん。よかった。じゃあそれで。ポッキーとか違う？トゥルルーン。こっちがいいわ、ひろこ。食べっ子大好き。じゃあお願いします。かやに帰ってきました。ただいまどす。おはようございます。今から美容室行ってきます。で、今がこの素の状態こんな感じ。
そんな感じでめっちゃ色落ちてます。で、今から神戸で韓国風の髪の毛にしてもらえる美容室行くんで、めっちゃ楽しみです。で、その後まつげくり、あ、まつげパーマ行ってくるんで、今日は美容デーで行ってきます。昨日とほぼ同じ格好、トップスだけ変えたんですけど、今日はなんか雨らしいなぁ、嫌やなぁ。めっちゃいい感じにしてもらいました。こんな感じです。次は今からまつげパーマです。英語がお互い母国語じゃない。おはようございます。家に十分な食料がなかったので、朝パンにご飯食べに行ってます。そしてそこで旦那ちゃんとしばらくのお別れ。マジで見渡す限り雪めっちゃ積もってます。多分1メートルぐらいが積もってるんじゃないかなって感じです。はーい、あ、すごい、お部屋の中はなんかこんな感じです。
今ご飯食べて部屋に一旦帰ってます。今からお風呂入ってこようかなと思って、物取りに帰ってきました。全体像こんな感じ。こんな感じで今ほとんど人がいないんで、というか人が今いないんで、なんかほぼ貸し切り状態って感じです。ちょっと今お風呂に誰もいないんで、ちょっと中も映したいと思います。中はこんな感じです。まあ結構普通のお風呂っていう感じなんですけど、でもね、めっちゃ外が寒いんで、なんかお風呂入るだけでマジで幸せな気分になるっていうか、マジで気持ちよかったです。お風呂最高でした。ということで部屋戻ってきました。でちょっと仕事をちょっとだけしないといけないのがあるので、ちょっとだけ部屋で仕事して、もう今日は寝たいと思います。いやマジでお風呂ほんまに気持ちよくて、もうマジ最高でした。やっぱ寒い中で温泉入るのってやっぱいいですね。おはようございます。外はいい天気です。長野出張お疲れ様でした。おやすみなさい。おはようございます。じゃあ芝居行ってきます。ただいま満席。でも予約してるんやんな。うますぎ。やばいな、この脂身。
ちゃうまい。これはやばい。それがいい。これ。え？どれ？ああ、私の選んで。どれがいいと思う？これお花、花ちゃんいいよ。ああ、いいよいいよ。花ちゃんいっとく？花ちゃん。じゃあ花ちゃんで。バールね。これもいいかな。なんかでもこれが気になってる。あ、やっぱこっちにしよう。何やねん。ジェシーガセット OK です。こちらね、金目鯛と春菊たっぷりの炊き込みご飯です。今日も一日楽しかったです。おやすみなさい。おはようございます。髪の毛がやばい。いただきます。おはようございます。めっちゃ寝た。到着しました。なんか家の近くにある、あの、私これともう一つカフェラテ頼んだんですよ。あのローソンで、家の近くのローソンで。そっちの方が来るの遅いってどういうこと？まあいいや。こんな感じでポテトとテリヤキツイスターと、チキンも頼みました。いくらか。あー、足の部分くれへんかった。最悪。なんと驚くことにまだゴロゴロしてます。マジで今日は動く気になりません。こういう時はね、とことんダラダラした方がいいんですよ。もうとことんダラダラして、堕落しきって、そしたら焦ってきてやる気出るっていう、このループですね。